8月25日朝5時37分です。おはようございます。もうちょっとしたらね、ビットポイントジャパンの口座に体のエダがクレジットされます。まあ本当にね、この日をね、本当どんな思いで待ったのかなと思いまして、多くの体のエダファン、体のエダ保有者の方、そしてプレセール組の方と思いを一つにしているところじゃないかなと思いますよね。ちょっとこちらの画面見ていただきたいと思いますけども、これがビットポイントジャパンの、通貨の画面になってますよね。で、ビットコインとかトロンとか、これ実際今の時間のなんですけども、それをスクリーンショットにしたんですけども、おやおや、右下の方に、カルダのエダっていうのが追加されてます。随分荒っぽい書き方ですけども、そうですね、お察しの通り、これ私が今ね、作りました。で、カルダのエダが、なんか右肩上がりに急上昇して、550円って書いてますけども、これはね、願望ですんで、皆さん当てにしないでくださいね。まあ、こんなお遊びをしながらね、私もカルダのエダの上場待ってるわけなんですけども、実際に1000円に行ったり、2000円に行ったり、5000円に行ったり、1万円に行ったりとかね、マックスで1万7000円っていうものが考えられてるそうなんですけども、まあ諸説ふんふんと言いますか、未来のことは誰にもわかりませんからね。この開発者の人がどう言ったかどうやったかっていうのを非常に参考にしていただくのはいいんですけども、それでもね、結果的に市場で買われるか売られるかってことは本当わかんないですよね。各国の法規制もあったりとかね。それこそ、あれも、状態もありますよね。マイニングのバランスの問題も。だからね、全体の流通路がある程度担保されていないと、なかなか運用がうまくいかないってところもありますしね。まあ本当にね、いろいろと学ぶものが多いですね。なんか電気代問題っていうのも出てくるとは当時思わなかったですからね。で、私たち暗号通貨のホルダー、体のエダのホルダーにしてみたら、電気代問題でしょ？保安上の問題でしょ？で、クジラの問題でしょ？それから、税制とか法制度の問題。こういったのが様々ありますよね。それぞれにリスクエッジが必要なのかなと思っちゃいますけども、皆さんはどのようにお感じでしょうか。まあ特に今言うことはないんで、つらつらとね、関係ないこと言いましたけども、あと3時間ほどで私たちがずっと待ち望んでいた、体のエダのクレジットがここにチョイスされるということで、ね、ちょっとだけね、先取りしてイメージだけをお伝えしてみました。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか？本当にいかがだったでしょうか？もうね、上ずってますよね、本当にね。楽しみですね。それでは、あと3時間、皆さんと一緒に固唾を飲んでお待ちしておりましょう。いってらっしゃい。